Thank you.
こだまにますね。あ、おお、そうです。大丈夫ですか？そうです。本物を触ったら本当にそうなっちゃうので。だからこれはそうならないように気楽に触れるものなので。おお。クラゲで普段毒とか電気とか俺らが触ることができなくて、そして深海に住んで俺らこうやって遊べることができなくて、ちょっとした深海の雰囲気を再現して、でそういう特性を楽しめると思って。おお。はい、クラゲで深海でなんか泳いで飛んでる感じがして、だから風船を使ってエネルギーを作って、そういう特性を全部表現したいので。これ実物大なんですか？そうですね、実物もこんなサイズもあって、ちっちゃいサイズもあって、で一番ちっちゃいサイズだとしたらまだ浮遊生物とかして、だからこういう周辺ちっちゃい LED 仕込んで、なんかクラゲ以下に浮遊生物とかそれも作って、深海のその雰囲気を作りたいと思って。なかなかびっくりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。寝てるんですね。おお。こっちはなんだ？